ねえねえ、うぷぬしい、今年はお花見しないの？ねえねえ、お花見って、もう5月ですよ。時期的に遅いですね。ええー、それでも花見がしたいんだよ。そしてお酒をたらく飲みたいんだよ。本命はその日か。ですから今の時期、愛媛はもう、桜散っちゃってますって。そんなことないよ。あたしテレビで見たよ。5月の初めぐらいに桜が開花したってニュースを。それ北海道ですね。ほら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 、桜咲いてるやん。お花見できるやん。なんでわざわざ花見のために北海道まで行かなならんのだ。だったら代わりに、うちの庭に北海道から桜の木を空輸してきてよ。そっちの方がお金かかるわ。だったらもう、近所に北海道を持ってきてよ。できるかそんなもん。使えんわー。うぷぬし使えんわー。じゃあ仕方ないですね。桜の苗木を庭に埋めますので、成長したらお花見をしましょう。何年かかると思ってんだ。いやその前に絶対カラスだろうけどね。もうわがまま言って、だったら代わりに、シャベル渡すので、北海道へ桜の木を取りに行くのはどうですか？できるわけねえだろ。それに何？徒歩で北海道まで行けと？ヒッチハイクがあるじゃない。どこの電波切れんだよ。それに北海道まで行ったとしても、桜の木どうやって持って帰るんだよ。そりゃあ、担いで。無理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 。なんならもう、北海道ごと担いで持って帰っちゃいなよ。あ、その手があったか。ってなんねえよ。もっとまともな案を出せよ。まともねえ。あ、パソコン画面に桜の画像を表示させれますよ。そんなもん花見じゃねえよ。いやいや、ちゃんとお酒も用意してますよ。うぷぬしグッジョブ。よしゃー、宴じゃー。酒さえあれば何でもいいんかい？